千葉県立聖浜高等学校は千葉県千葉市中央区園田町にある公立高等学校。略称は生校。2007年から午前部、午後部、夜間部の三部からなる三部制定時制の過程が新設された。全日制普通科と三部制の定時制が平地されるのは千葉県では千葉県立松戸南高等学校に次いで2校目となる。 2008年には、千葉県立千葉高等学校の定時制を統合した。三部制定時制が設置されたのは2007年だが2003年秋に、千葉県教育委員会の高等学校、再編計画が突然新聞で発表され、生浜高校の全日制課程を廃止し、県立千葉高校の夜間定時制課程を、生浜高校に移し、定時制三部制高校とすることが発表された。 突然の新聞発表で教師はじめ、生徒、保護者は寝耳に水だったが、全日制は存続したいという声が多く、当時の生徒会を、はじめ、全生徒、教員、OB、保護者が奮起し署名運動が始まった。1週間で2万人以上の署名が集まり、最終的には約15万人以上の署名が集まった。学校、地域住民、労働組合、市民運動、 県会議員、市長、知事、マスコミをも巻き込みは大となり、結果、千葉県議会を動かし、全日制の存続を求める請願が、全会一致で採択され、全日制が存続されたという経緯がある。 http://male.on.coocan.jp:/siryouu/20031204oyhama.html <の><ッ><の>ありがとうございます。